マックス・ベーバー・マックス・カール・ビル・ヘルム・ベーバーは、ドイツ生まれの動物学者である。ボンに生まれた。父親は、ドイツ人で、母親は、オランダ人である。2歳の時父親が没した。ボン大学で、比較解剖学を学んだ後、ベルリン大学で、エドアルト・フォン・マルテンスの講義を受けた。ボン大学で学位を取得し、医師の資格を得て、軍役を終えた。 1880年に、ユトレヒト大学の解剖学の講師となった。1881年5月から11月にかけて、バレンツ会の調査を行った。1883年に、オランダ人の植物学者、アンナ・ベイバー・ファンボッセと結婚し、同年アムステルダム大学の准教授。1884年に、教授となった。1887年に、オランダの市民権を得て、 1888年、妻と共に、インド、東南アジアを旅し、淡水系の動植物の研究を行った。1892年に、アムステルダム大学の動物学博物館の館長に任命され、1894年には南アフリカで、淡水魚を調査した。1899年から1900年の間、オランダの研究船死亡が号の探検公開を、 引いて、インドネシアを調査した。この調査で131種の新種の種を発見した。生物の分布境界線として、ティモール島の東からセラム島、モルッカ諸島の西を通る境界線を提唱し、これは今日、ウェーバー線と呼ばれる。東洋の生物とオーストラリアの生物の境界線としては、ウォレス線より妥当であるとされている。オランダに戻った後、哺乳動物に関する著書。 哺乳類、現康哺乳類と化石哺乳類の系統学と解剖学の概要を出版した。その他に著書としては、高等教育のための生物学教科書、インドからオーストラリア間の列島の魚類7巻がある。1935年に、王立協会の外国人会員に選ばれた。シベギーリナム・ウェベリー、クローミス・ウェベリー、キャリプトランネマ・マックス・ウィベリー、コデイシー・シリア・ウェベリー、 ペリスティーディアン・ウェベリーなどの種に懸命されている。ありがとうございます。